ギャレット・パットナム・サービスはアメリカ合衆国の天文学者、科学解説家、そして初期の SF 作家である。サービスはニューヨーク州に生まれ、コーネル大学で科学を専攻した。コロンビア大学では法律の学位を取得したが弁護士にはならなかった。その代わりに1876年、彼は新聞社ニューヨークさんの社員となり、 チャールズ・デーナ編集長のもとで1892年まで記者として働く。一般読者に対する科学解説の才能を表したサービスはアンドリュー・カーネギーにより宇宙論、天文学、地質学の講演会、ウラニアレクチャーズに招かれることになった。カーネギーの資金援助でこれらの講演は、原闘機その他の機器を備え、職や、 月面の風景の創造図などを克明に描き出すことができた。サービスは2年の間アメリカを巡業し、ニューヨーク界隈では有名な講演者となった。彼は複数の新聞の天文学、科学欄を担当し、当時の一流雑誌にも頻繁に寄稿を行った。サービスの好んだ論題は天文学で彼が執筆した15冊の本のうち8冊が天文関係であった。 彼が同時代の科学解説作家の中で最も広く読まれていたことは間違いない。私生活においてサービスは熱狂的な登山愛好家で43歳の時にマッターホルムの頂上に達したことを可能な限り大地の重力から離れる努力の一環として書き記している。なお彼の息子ギャレットサービスはオリンピックの高飛び選手である。 サービスの著書のうち五冊はサイエンスフィクションである。作品に宇宙のコロンブス、第二の洪水、そして H.G. ウェルズの宇宙戦争の続編もので、トーマス・エジソンが宇宙船を発明して火星に乗り込むというプロットのエジソンの火星征服などがある。いずれも日本語には未役であるが、エジソンの火星征服の一部日本語訳がウィカソースに存在する。 ありがとうございます。